はい。はい。週のうちの、週に何回、何日？ああ、そうですか。結構和紙貼るのも時間かかります？意外と面白いんだけど、面白いよこれ。楽しくなってくる。はい。あ、わかりました。はい。縫って貼ってだとね、結構ちょっと時間がかかりそうですね。あ、そうですか。なかなか難しいですね。今茶色になっとるけど、実際はこれ真っ白なんだけど、最後に全部ね、茶色を塗るんだけど、茶色の色を塗るんですか？うん、色を塗って、こういう風な色に落ち着かせるんよ。だけ塗らない状態はもっと真っ白よ、こんな色だけ。ああ、うん、さっきのあの、うん、それにね、昔の本みたいなのを貼って、うん、でこれの紙を一回全部貼ってしまってから、その上に部分的にこういうのを使ってね、昔のあの和紙なんだけど、これを切るか破るかしてね、ちぎって、でこういうふうにまとがらしてこう貼るような感じですね。それで終わりですね。あとはもう乾かすだけやけど、乾かし方もね、あの一応最初は陰干ししといて、で最後に天日干し、うん、しっかりね、しっかりしとる、しっかりしとるけん、うん、こう昔のね、うん、本とかを使うっていうのはいいですね。あそこにカゴあるでしょ、はい、なんかもね、以前使ってたやつとか、そういうのを使ってやっとるんです。おはようございます、おはようございます。あ、どうぞ。はい、パリパリカチカチになるだろ、それと同じことなんや。で、常に全体こう塗っといた方がいい、竹も全部。ほんだら今度ね、貼るときに貼りやすいけ。でね、乾いた時に ね、言うたらこうピタッとこういうくぼみなんかに和紙を貼っとる時にね、乾いた時に和紙が縮むから、こうなあの黒字になったのがね、ピーンとこう入って、ここが空洞になる場合があるのよ。だけできるだけね、もしゃくっといてから、しわをぐちゃぐちゃぐちゃにしてから貼ってください。何にもせずに貼ったら、もう全部ね、こういうくぼみが全部こういうふうな、ここが空間が浮いてしまう、できてしまうけんね、乾いて縮んだと。縮めた方がいいですね、ここ、うん、で、もうできるだけもう竹にね、なじまさんとかね、でないと乾いた時に分かる、うん、そのためにもしゃぐりをして、ね、もしゃぐしてぐしゃぐしゃにしてから貼っていくのが、うん、今和紙ね、普段取ってもう破いてたまんね、これ絵、なんかあるだろ、はい、こっちを表にして貼っていったらいい、うん、でこれ絵がちょっと見えたりするけどね、それもね、全体にまあ最後に茶色絵の具でも何でもね、進むからね、ちょっとうっすら浮かんどんもう模様になって、うん、全然気にならないから、なんか濡れたん奥の新聞で巻いた方が、あ、和紙、和紙の、上にかまるんですか、ちぎってな、どうせ和紙濡れるのこんなんで、ここに取ったの、はい、この上置いて、はい、
ちに、うん、あ、両方加工にもつけてね、はい、でこれ真似するぐらいにぐしゃぐしゃにしてね、でここまで来たら一度ですか、うん、貼っていったらで、余計なのはこんな、こんなは取ってくださいよ、皆さんと本当にくっつかんけど、乾いたらもう全部浮いてしまうから、今も思い出せません。わかるわ、ちゃんと書かないといけないんですね。あとなんかボイスメモ合ってないとこを塗りながら他のとこもね塗っていってください。塗りで固めるみたいな。それから夏の夕日さん、四国中央市で、これ手でこういうでしょ、こんな色になったら並んでるから、これ白いままだろ、こんな色に並んでるから、べちょべちょになる、うん、もうな垂れるぐらいな、べちょべちょに塗っとかんって感じ、なんで磨けばいいんでしょうか、なんて磨けばいいんでしょうかね。今日の中古車フェアに変わりますでしょ、なのでちょっとあの大輝ちゃんが今腰を押さえてるんですけど、大輝ちゃん、あのもし聞けたら、もし聞けたら、あの車のヘッドライトが曇ってるんだけれども、自分で磨くには小学生なんかね、これのこれこれ針でしょ、はい、最後にね絵描かせてもらっていいでしょうか。ということで、こっちの方がヒミクングリューってスタンバイしていて、そうですよね、面白いなって、うん、覚えてたら聞いときますと、あ、ちゃんと忘れないように持ってくれてる、ありがとう。郵便じゃない、手紙、手紙の代わりでね、切ったってね、実際出せるんでしょ、これ、多分ダメに言うことないと思うんですけど、切ってさえ入ったらかもしれませんので、どうでしょうか、ちょっとね。